がマイクに乗っていいんでしょうかね。いやあれ本当ね、なんかね瞬発力が必要なんですよ。キュッて空気をシュッ圧縮するんですよね。いやでもあれ本当にボッて燃えますからね、空気ね、気圧がキュッて上がるだけで。怪我がなくてよかった、そうだね、はい、何怪我なくてよかった誰だいやいや怪我がなくてよかったね、うん、毛なんてあった方がいいに決まってんだ何言ってんださあそれではね、ちょっとなんか話題がずれちゃったな。はい、続いてまいりますよ。18日水曜日のナイトから届いております。それではご覧ください、どうぞ。ほくろ増やしながらお休みキャッチあー、じゃあ分かった、顔に落書きしようか顔にほくろと落書きいや、それ水星にしてよ、それは水星にしてよ油性はダメだって、油性はダメでしょ、だって明日まで残るじゃん。いや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 、梅野、梅野旬です。3、2、1、くっそー、くっそー、ゼロかー、ゼロかー、いい線いったんだけどなー。ちょっと外れます。で、僕ほくろを変えてきます。じゃあ B さんも行きましょう。うん、変えてくるんで、ほくろを見つけろ的に、あのちょっと書きますね。はい、これ、え、何個書きます？え、10個ぐらい？いやいや、じゃあ2個、2個2個で、はい。どうします？色気出します？それとも話題に行きます？うるせえよ、早くやってくれよちょっと、あのうわー、ちょっとでかくないですかそれちょっとでかいでしょ。本当どうしようかな。 K 書いただろ今最後に棒書いたでしょ、今最後に。なんで K 書くの。あー、めっちゃマッキーやんかあどこかって、もいやもう絶対あかんじゃねえか、これこれめっちゃこれもう物分かりじゃん、でかすぎるじゃん。もういいよ、寄らなくても、もう絶対わかるじゃんこれ。 K までかい何やってんのナイトってカンタロウ、あれでいけばいいのね。そしたらもっとツイッターのフォロワー増えると思うよあいつ今そのことしか気にしてないんだね。そうです、昨日、あれ昨日だったかな、昨日、あ、違う、一昨日ですね、一昨日、ジョイサウンドさんの、あの空歌で、あのずっとご一緒させていただいてたんで、そのお礼も兼ねてちょっとお食事会をしてたんですけど、でカンタロウはその時間の半分ぐらいツイッターの話をしてましたからどんだけフォロワーで、もう口癖ですね、フォロワー減らしたくねーっていうね、あのいろんな、どうすれば増えるかっていう話を、あの本当にそのたくさんアイデアをいただいたんです。ああ、でもな、フォロワー減らしたくねーってずっと言ってたんで、はい、もう何より今ね、ツイッターのフォロワー数を大事にしているカンタロウです、
もうじゃあ、あのいたずらで外してみますかみんなで激変みたいなあれで、この間あの寝頃さんに並びましたっていう連絡が来たんですよ。仕事の連絡かと思ったらツイッターのフォロワーが寝頃さんに並びましたっていう、ね、連絡来ました。びっくりしましたその後超えましたって連絡来ました。すごいな、頑張ったねって言っておきましたけどね、さあそれでは続きましていきましょうか。19日木曜日のトワイライトから届いております。それではどうぞ。ワンツーはい、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 ラストはい、ワンツーはい。おはようございます。ああ、いい汗かいた。いや、今日のスパークリングもね、いい感じでしたよ。はあ、朝練習量です。実は毎朝やってるんですよね。ワインか。はじけちゃったかスパーリングね、はい、はい、やっぱ女子がスポーツやってるっていうのはね、いいですよね、なんかね、映画はいさあそれでは続きまして19日木曜日のサンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。それでは最新天気を聞いていきましょう。予報センターの山下さん。はい、はい、出た。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。持ち肌の天狗、よろしくお願いします。出た。山下さん、今の気分はいかがですか。お、え今日のサンシャインリポートのテーマが、はい、今日の、はい、気分はなんですけれども、はい、山下さんはどうですか。ざっくりですね。めちゃぶりですよ、ね。うん、気分です今。気分ですか。はい、そうですね。まあ、うんうん、気分、はい。気分です。気分どうと言われても普通ですよね。仕事中です。そうですか。そうですか。はい。なんかちょっと気分が上がったりしないんですか。あんまり気分そんなに上がらないんです。上げろ。そうですか。上げろ山下。潰してますか僕。そんなことないですけど。なんか今日やりたいなってこととかないんですか。ああ、いや、まあ頑張って仕事しようって感じですね。そうですか。かなり晴れてますから晴れてる時なんかしたいですか。ああ。そうですね、晴れてる日には外に出かけたいなとは思いますけど、はい、何したいですか。ちょっと突っ込んで聞いていきたい。本当ですか。そうですね、まあ、こんなに晴れてるんだったら、そうですね、散歩とか行ってみたいですね。散歩ですか。はい、分かりました。分かりました。あまりこう外に出かけられないんですかね、はい、山下さんは。そうですね、出かけないですし、はい、まあ、皆さんが外出かけられる時間帯にあまり、うん、はい、まあ、寝てたりしてるんで、はい、あ、そうですか。そうなんですよ。わかりました。え、はい、もうね、お見合い失敗、破談ですね、このお見合いは破談。うん、無理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 よ山下、あんなんじゃね。お、ご趣味は、特にないっすねみたいな、全然ダメです。あ、長見に報告、本当そう、長見指導入れてもらった方がいいかもしれないね、あれは。ね、と思えば藤岡は頑張りましたね、うんうんうん、素晴らしい、うん、
ね、あれぐらいこう突っ込んでもらえると、うん、持ち肌の風上にも置けない。本当そうですよ。あいつはもう風下です。はい、もう吹き溜まりです、持ち肌のさあということで、はい、じゃあ続いてまいりますか。20日金曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。でテラフォーマーズについては見たことがあるという方、ゲストに呼んでいますので、ここでちょっとお話を聞いていきましょうか。テラフォーマーズを実際に見たという方、あとは映画に詳しいパン屋さんにお話を聞いていきたいと思います。それでは、柳パンさんと森田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれこっち行きますか。よろしくお願いします。急に遊びに来てくださいました。よろしくお願いします。皆さんは大変なんですよね。今修行中、朝早いですし、修行中なんで修行のお話を聞いていただけますか。どんな感じなんですか最近は。あれ最近はですね、赤いパン屋さんで修行中なんですけど、はい、修行中なんですか。あれ、はい、朝早く出かけて夜帰るというですね、パン屋さん大変だなっていうのを身に染みて感じている、うん、今日この頃。私お料理教室でパンも取ったんです、授業を。パンって結構作るの力仕事じゃないですか。そうですよね。もうすごい大変で。そうなんですよ。パン屋さんのパンの生地の仕込み量、知ってます皆さん。知らないよ。積極的になりましたね。知らないです。皆さんパン屋さんの苦労を。パン屋さん以外は知らないですよね。そうと、柳さんにお話を伺っていきました。ということで、はい、柳さん、森田さん、ありがとうございました。でこれからもまた天気とパンの関係を教えてください。ありがとうございました。お邪魔しました。また来てください。懐かしくてもう泣きそうになっちゃいますね。久々にお会いできました。ツッコミが泣いてないじゃないですかっていうふうに。確かに泣きそうはちょっと嘘です。いやね、なんでいたんだって。多分森田さんと飲んでたんでしょうね。あ、庭もいたんだね。はい。森田さんの癖なんですよね。飲んだ後に会社に寄るっていう。何なんだろうな、あれ。必ず寄るんですよね。用もないのに。でスタジオ来るんですよ。でヤジ飛ばして帰る。なんか締めのラーメンみたいな感じでスタジオに寄るんで、よくわかんないんですよ。ヤジでヤジ。もう言わせてもらうけど、もう還暦を迎えたおじいちゃん。もう組長おじいちゃんですからね。もう赤いちゃんちゃんこ着てますからね。はい、これからもうチャットでね、呼んであげてください、おじいちゃんって。おじいちゃんですね。はい。さあそれでは、続いてまいります。22日日曜日のサンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。ということで、では早速つないでいきたいと思います。それではチャレンジング知らせにいる泉さん。はい、3度目の集計は美味しいものを紹介したいと思います。今回もチャレンジング知らせ、たくさん食べ物の出店があるんですけれども、はい、今回ですね、いつもおなじみの千葉のりロールやケバブ、大人気のカレーライス、たくさんあるんですけれども、はい、今回私はですね、今回が初出店の、上海焼き小籠包を先ほどいただきました。めっちゃノリノリだな。焼き小籠包なので、下の方が焼いてあるので、ちょっと香ばしさがあって、とってもジューシーで美味しいです。もう一個あるので後で食べたいと思います。はい、あれちょっと地上波の方がいますよ。あれ平田さんじゃないですか。めっちゃ仕込みだ。平田さん何召し上がってるんですか。ぶっかけ冷やしそば。ぶっかけ冷やしそば、あ、美味しそう。食べてますね。美味しい。
今日暑いのでさっぱりしそうですね。どうですか、まゆさんも。はい。皆さん買ってくれるんですか。あ、もちろん。すごい。あ、美味しそう。赤目がいっぱい入ってるので。なんか人格が違うな、ホーステと。さっぱり食べられそうですね。いただけそう。あと、はい。唐揚げもあるし、たこ焼きもある。小籠包もある。唐揚げはお蕎麦屋さんの唐揚げなんですよね。ちなみに唐揚げはお蕎麦屋さんで、はい、お蕎麦はお寿司屋さん。皆さんいろいろチャレンジをしてくれているので、いつもお店で出してないものも。なるほど。たこ焼き屋さん、いつもホテルのカレーライス、マンハッタン、カレーも毎回大人気なんですけれども、皆さんいつも売ってないものをこのチャレンジング知らせではチャレンジという形で販売してくれているので、ぜひ足を運んだ際には曲も楽しんでいただきたいと思います。はい、木田さん美味しそうだな。食べてないで喋ればいい。なんとなんとも貴重な地上波の方にお話を聞くことができました。でもうるさいね。そうなんですよ、ちょっと今バンドの演奏も始まってるので、あの皆さんとても盛り上がっています。ぜひご賞ご期ご感がテーマのこのチャレンジング知らせ、この食感も感じていただきたいと思います。以上、知らせからお届けしました。陽気なおっちゃんだな。今日の中継ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ねえ、あのノリでやってくれればいいんだよね、普段もね。あ、このダンスは地上波じゃない。確かにそうですね。あれは体操のノリでしたね。サンシャイン体操のノリでしたね。ちょうどサンシャインだったからね、踊ればよかったのに。あれが自然体。はい、さあということで、本日ラスト、ね、なります。先ほどあの音声、ね、音声トラブルがあった15日日曜日のムーンから、ね、あります。さあ大丈夫ですかね。はい、それでは準備ができましたのでご覧ください、どうぞ。あれ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 、またトラブルか。少々お待ちください。できますか。はい、すみません、お待たせしました、どうぞ。ライラックさん来た。ウェビナーミニ、ウェブセミナー増刊号。あ、ウェビナーミニ、そうですね。竹丸ちゃんさん、アイコンセミナーでいいのでは。ガッチャンコしてね、はいはいはい。しみちゃんさん、プロジェクトアイコンパブリックインフォーメーション、もも。何あ、挑むか。モモって言ってごめんごめん。モモ太郎に釣られたわけじゃないんですけど。完全釣られてるよ、完全釣られてるよね。絶対モモ太郎のあの映像流れたはずだよね。モモって言って。いやパッカー言ってたんだ。はい、ということで本日、10本の名場面をご覧いただきました。ありがとうございます。井戸見太郎になってる。じゃあ今日のね、対象決めていきましょうかね。今週は今のところね、入れるとしたら今の桃 KTR 桃でしょ。でもう一つは松行のね、ホテルから中継っていうやつも、あれも破壊力ありましたね。と
とどれでいきましょうかね。そう、北さん、永井さんのがちょっとコメント多いですね。じゃあ、あれ、どっちのやつだろうか。もう出たくないって膝をかけてたやつなのか、歴代新記録なのか。出たくな、出たくない方で、はい、出たくない永井。あとは、お見合いはあれ失敗だったんだね。盛り上がってたらね、いいんですけどね。まあこれは久々なんで木田さん入れときましょうかね。木田太郎あ、違った、名前違った。木田勝る、はい。じゃあその4択でいきましょうかね、はい。すいません、今コメントで、それ、ズラの方だって来てんだけど、どっちが、どっちがあれ、どっちもみたいなねさあ、それではね、ニコ生のアンケートとそらボタンを出していきましょうかね、はいさあ準備ができ次第オープンしていこうかなっていうふうに思います。はい、あ、ニコ生の方が出ましたね、はい。そして続いてソラボタンの方もオープン、はい、KTR の桃、ホテル松行、入り地味拒否、そして木田太郎の4点になっております。あ、マサルです、マサルでした、はい。ズラじゃない、ズラじゃない、ズラの方ですね、はい、ズラじゃなさそうな方と言っておきましょう、はい、ホテルの続きありそうですね、ありそう。あね、北さんはあの、なにわつながりっていうのもありますね、確かに。さあ、それでは集計していきましょうか。もうすぐ押してくださいね。5秒前です。4、3、2、1、終了です。はい、さあ、それではオープンしていきましょう。どうぞ、ニコ生の方をまず、はい、ニコ生結果出ました。ホテル松行 55.1%、 強いですね。あっと、ソロボタンの方もホテル松行強いですね。今日はカンタロウ桃来るかなとも思ってましたけれども、うん、圧倒的ですね。はい、じゃあ数字の方も見ていきましょうか。ドン。確かにね、可愛らしかったね、これね、個人がね。さあ、それではご褒美タイム、最後にもう一度だけ見ていきましょう。今週の名場面大賞です、どうぞ。なんかヨガにあるよね、こういうのね。あ、そうだそうだ、ヨガ。あ、これもできますよね。できてないですよね。え、できてない、できてますよね。あ、でも下の方がついてないですよ。ちょっと待って、ほら、あ、すごい、ちょっと待って、ちょっと、え、これ手伝うとかあるんですか、これ。今から見た人は何をしてるんだと思う。なんだこのクロストークってなってますね。そして意外といい位置に手が入ってしまったことでほどけないっていう状態。あ、よいしょ、
いや、いい運動しました。イブニングもね。ちょっと汗かきますね、これ。かなりいいです。皆さん、あのパソコンの前とか、はい、お家にいるとき、ちょっとこれやってみて、ね。やっている方何名かいるんじゃないですか。いるかもしれないですね。四十肩だな。はい、さあでは、イブニングのお話ししましょうか。それは見届いてますね。こちらです。お天気回復と〇〇と蛍。丸々、はい、行きたいと思います。ヨガ、ヨガいいかも。これがヨガなのかわからないけど、たまには体を動かしてみてください。それではここまで3時間ソライブサンセットありがとうございました。この後はソライブイブニング、そして今夜はホテルじゃない、ホタルの中継もありますのでご覧ください。それでは皆さん良い夜を過ごしください。笑ってる、うふふふふってそのまま逃げていきましたね。はい、ねー、いやー、はい、今週の名場面大賞でした。ありがとうございます。さあということで、今日は時間をちょっとね3分ほどオーバーしてしまいましたけれども、ほぼ時間通りということね、ソライブナイト以上でお開きとさせていただこうと思います。いや、今週もなかなか粒揃いの名場面ねでしたね、はい。来週もあの名場面アットマークソライブ24の方に、はい、リクエスト、皆さんのリクエスト募集しております。はい。さあ月曜日です、月曜日はまあ天気は問題なさそうですね。でも暑さ続くということで熱中症には気をつけてください。まあ、ただあのムシムシした暑さじゃない、ね、カラッとした暑さだと思いますので、はい、ね、過ごしやすいかなと思います。うん、さあじゃあ AO で締めましょうか。はい、何ですか。あ、クリニックの名場面、確かに今週は来てなかったですね。うん、何かあのいいやつがあったらメールしていただければと思います。さあ、あ、今夜は LINE ライブ月曜日ですね、あります。意識高い人も来ます、自信がなければ。はい、先週のネタは天気的にちょっと使えるのかどうか微妙なところなんで、またね、火曜、明日の天気なんで火曜日の天気に合わせてね、繰り広げられると思いますけれども、はい。さあそれでは今週も頑張ってまいりましょうか。皆さん準備よろしいでしょうか。はい、週の中頃から後半にかけては微妙な天気ですけれども、そんな微妙な天気に負けずに頑張ってまいりましょう。えいえい、おー、おやすみなさい。こんばんは。5月の22日日曜日、ソライブモーニングを担当しました白井ゆかりです。今日も沖縄では雨の天気でしたけれども、本島では晴れ、アイコンたくさん並んでおりました。モーニング中にもお天気をお伝えしていきましたが、体感特にですね、明日のうちはしっとり肌寒いが多かったんですけれども、だんだんとちょうどいいという体感から黄色のカラッと暑いという報告まで、多くなってきたところまでソライブモーニングではお送りしていきました。
北海道では今日は猛暑アイコンがついてましたね。3日連続で真夏日というお話もしましたけど、今日4日連続真夏日となりましたでしょうか。なかなか5月にこういった気温になることはないというふうに山下さんもおっしゃられていましたけれども、体調などは崩されてませんか？大丈夫でしょうか。明日からまた週始めとなっていきますが、明日までは日差しが届くところ多くなっていきそうです。そして今日は日曜日でしたので、お休みモードしらせもありましたね。チャレンジングしらせ、チャレンジングしらいということで、22日の日曜日にゃー、猫の耳をつけたり猫の手をつけたりチャレンジングしらい行っていきました。お付き合いありがとうございます。それではまた明日からお仕事、学校頑張ってください。おやすみなさい。こんばんは。5月22日日曜日のソライブサンシャイン担当しました高山菜奈です。はい、今日は10分天気マップ見ていった時に、常にですね、常に北海道から九州まではいくらドーンでした。はい、影はっきり報告がいっぱいでした。まあ、朝早いうちサンシャイン始まった時は茨城県の太平洋側のエリアの沿岸部の一部で曇り報告いただいていたのですが、だんだんとそれもなくなり影はっきり報告となっていき、本当にマップを見るとイクラ丼でしたね。いや、これぞ綺麗なイクラ丼というような皆さんからの報告となっていました。そして北海道では特にリポートのコメント見ていると、3日連続真夏日だというのもあり、暑すぎるというコメントもあり、本当に気温も上昇していました。ま、今日は北海道だけではなく他の地点でも30度超えているところ、また超えそうなところもたくさんありました。そして今日ですね、月曜日も気温上がるところありますので、しっかりと暑さ対策をしてお過ごしください。関東都心でも30度超える予想となっていますので、暑さ対策万全にしてお過ごしください。いや、あんなに綺麗なイクラ丼見たの初めてかもしれませんでしたね。まあ、ただその本州の方は晴れているんですけど、一方沖縄ですね、沖縄奄美地方の方では雨となっていました。1日前土曜日21日では晴れ間もあり日差しも届いている、梅雨の中の晴れ間というようなお空だったのですが、日曜日は強い雨の報告もいただいたり、ま、曇っている雨が降りそうという報告もいただいていました。まだまだ1週間の天気を見ても梅雨空は続きそうです。ジメジメと感じていると思いますので、体調管理にもお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして22日のソライブサンシャインでは3回もチャレンジング知らせと言っているイズミンさんと中継をつないでいきました。いや、水晶ということでテーマが水晶でした。今回は水にこう水の関係する実験があったり、ボートヨットであったりこう作るのあったんですけど、すごく気になりましたね。あれお風呂で本当浮かばせて子供みたいというコメントもたくさんいただいてたんですけど、一人でも楽しめそうだなと思いました。まあ、次の開催は7月18日祝日です。月曜日ですけど祝日です。海の日に行われますので、ぜひ今回行けなかった、まだ行ったことないという方でもぜひぜひ予定をつけて7月18日には行ってみてはいかがでしょうか。まあ、ただその時期は今日よりもさらに暑くなると思いますので、暑さ対策は万全にした方が良さそうですね。雨降らないことを願います。はい、ということで、まあ、中継もつないでいったソライブサンシャインお届けしていきました。それでは
今日から月曜日、お仕事の方も多いと思いますが、頑張っていきましょうね。それでは良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは。ソライブコーヒータイムを担当いたしました、江川です。今日お出かけ日和というところが非常に多くありましたね。北海道の方では4日間連続真夏日を記録したということで、5月では史上初です。それくらい気温が各地で上がっていました。もう皆さんからのコメントでもリポートでも暑い、またアイス食べた、食べたいっていう人も多かったです。暑さ対策も必須だなっていうのを感じながらコーヒータイムをお送りしていきました。皆さんに今日はですね、リポートナビ丸番、今年丸番目の暑さ、今年一番の暑さ、今年5番の暑さとかありましたね。今年定番の暑さそれちょっと違いますねニコ生でボケをいただいてたんですけれども、かなり暑くなった、それぐらい暑かったっていうところも多かったようです。また日付が変わって月曜日になっても晴れるところが多いですね。今度東京で30度を超えるかどうか、ご注目となりそうなので、皆さんも一緒に見ていっていただきたいと思います。体調管理気をつけてこの後も過ごしてくださいね。どうもありがとうございました。おやすみなさい。こんばんは。今日の5月22日ソライブサンセット担当しました、ほかかのんことほかのんです。こんばんは。今日もありがとうございました。で、今日の3時間何話したっけななんて話をさっきしてたんですけど、やっぱ種が威嚇してるっていう話しか残っていないっていう説がスタッフさんの中に出ていまして、ちょっと困ってたんですけれども、まあ、でも印象の中ではお天気番組っぽいことを言いますよ今から。あれですよ、お天気があまり変わっていないということですよね。変更履歴がほぼほぼ変化がなかったので、まあ、なんかそのいい意味でね、お天気が当たりだなんていうのがすごい今日は印象的だなと思いました。で、やっぱり高気圧に広く覆われているところが多かったので、青空も出てましたしね。青空のウェザーリポート動画もとっても多かったんですよ。ありがとうございます。皆さんの素敵なウェザーリポート動画いつも見ております。なんかな、私青空見ると空飛びたくなるからな。そうそうそう、空飛びたくなるといえば、空窓アプリ、あれ私初めて使ったんですよ。はい、楽しいですね、あれ。お絵描き、いや楽しいですよね。小学校の時とかお家のパソコンで描きましたよね。こうパソコンのお絵描きツール、イラストっていうツールでなんか描きましたよね。私何よく描いたかな、だいたいウサギ描いてるんですけどまたなんか、ね、引き続き空窓アプリでいろいろとやっていくそうなので、私もなんか楽しいことできたらなと思っております。ね、ぜひ皆さんもパソコンからこちらインストールできるということなので、ぜひぜひ一緒にアプリをダウンロードして楽しんでみませんか。というわけで、明日から月曜日、明日の月曜日も沖縄を除いては晴れて清々しい天気となりそうです。皆さん暑いので暑さに負けずに1週間頑張りましょう。バイバイ。こんばんは。ストライブイブニングはただいま終了しました。今日いろんなトピックスが番組の中で話されましたけども、振り返るとそうですね、まずはやっぱりこの服なんじゃないかなと思います。服の話題がもう絶えなかったですね。しまいにはその服嫌だ、着替えろという声もたくさんありました。ここまで言われる服装はなかなかないんじゃないかなと思います。服が嫌ってどういうことなんでしょうね。すごくみんな嫌だって言ってました。まあまたタイミングがあれば来たいなと思います。あとは、話題に出ましたのは、笑点、ね、歌丸師匠の、
ラストと、あとは新しい司会の方が決まったというお話で、僕がそれを話しすぎて、スタッフの方からいろいろこのスライブ24もフリーとはいえいろいろテレビ局さんも絡むから気をつけてくださいねって言われるっていう一応各局さん絡んでるそうですよね。であとは、夕日綺麗だったなという話ですかね。あと今日永井さんと結構話しましたね。何の話だったかというとカラスの話題とかね、日焼けの話題、カラスの話題、結局鳥の話かと、であと締めくくりは、都築ディレクターと、パンチ阿部ちゃんが、夜中に2人で海に行ってたという話そんな話したの、ただただキモいっていう話でね盛り上がりましたね、はい、そんな話してここにいます、はい、ちょっと、ということで以上振り返りでした。こんばんは。5月22日日曜日のソライブムーンをお送りしました。ありがとうございました。日曜日皆さん一日お疲れ様でした。今日のムーンはいかがでしたでしょうか。今日はですね、日曜日ということで週末でしたので、まずはお出かけした気分のコーナー楽しんでいきました。今日はね、なんか乗り物がたくさんあったり、やっとお腹空きましたね、ご飯食べましょうって言った後に食べ物が続いたりちょっと忙しいお出かけになりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。でもすごいあまり見たことないようなオバ級タイプの路面電車とか、スヌーピーの飛行船だったりとか、そういうのもちょこちょこ登場して、皆さんも今日はいろんなところに行かれたんだなっていうのがリポートで伝わってきました。最後はですね、ちょっと芝桜を見に行ったけど駐車場が混みすぎてて五平餅を食べて帰ろうっていうリポートだったのでみんなで五平餅も味わっていい締めくくりになったなというふうに思います。また週末のこのコーナー楽しみにしていてください。そして、その次の時間はですね、ウェブセミナーの振り返りを行っていきました。今日は宇野沢さんの解説が何を解説しているか、何の現象の解説かというのを当てるものだったんですが、今日はバックビルディング現象というものになっていましたね。正解した方すごく多かったですけれども、ちょうどいいところで解説動画もブチッと切れてしまったので、もしこの先気になる方は今後のセミナーの内容もチェックしてみてください。水曜日土曜日で行われていて、結構皆さんからこう受けたよとか良かったよという声を聞けるのが私も嬉しいので、多くの方にこの良さが伝わったらいいなと思います。今日はですね、日曜日で本当にお出かけ日和、気温も上昇というところが多かったんですが、明日週明け月曜日も気温が高いところが多くなりそうです。皆さん熱中症対策しっかりして、紫外線対策もしっかりしてお過ごしいただきたいと思います。今日のお休みキャッチはちょっとね、趣向がいつもと違ったんですけど、私としてはとてもお気に入りです。カレーは食べ物だよね、当たり前なんですけどね、飲み物の方が慣れてしまってる自分が怖いですということで皆さん、ご飯はよく噛んでね。それではおやすみなさい。
こんばんは。5月23日月曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。今日の天気を見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。全国的に晴れるところが多くなりそうです。はじめに西日本です。大阪、広島、松江は安定した空模様になりそうです。高知、松山は晴れの一日になりそうです。福岡は晴れますが雲の広がる時間もあります。宮崎、鹿児島は雲が多くなりますが晴れることもあります。那覇は雨が降りますが次第に晴れてきそうです。続いて東日本です。東京、名古屋は安定した空模様になりそうです。静岡、甲府は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。長野は安定した空模様になりそうです。金沢は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。新潟、宇都宮は晴れますが雲の広がる時間もあります。次に北日本です。仙台、盛岡、秋田は晴れますが雲の広がる時間もあります。青森、札幌、函館は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。旭川は晴れますが雲の広がる時間もあります。釧路は雲が多くなりますが晴れることもあります。変わって西日本の週間予報です。この期間、大阪は水曜、それと木曜日に雨が降る予想です。おしまいに東日本のこの先1週間の天気です。この期間、東京は木曜、それと金曜日に雨が降る予想です。その他は晴れる日が多そうです。名古屋は水曜、それと木曜日に雨が降る予想です。その他は晴れる日が多そうです。今日からまた1週間頑張っていきましょう。